どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、前髪のスタイリング方法です。こう前髪をこう分けた時に、まあ毛束のちょっと多い方と少ない方が多分できるかなと思うんですけど、この少ない方のスタイリング方法って結構皆さん悩まれてるかなと思うんですけど、そこのやり方、まあコツみたいなものをちょっと今日はやっていってますので、前髪分けていつもうまいこといかないっていう方とか、よかったらこの方法結構使えるかなと思うんで、やってみてください。それでは動画をどうぞ。まず分けたい位置ですね。で、大体でいいので分け取りますね。まあこの辺りぐらいで、で今日はカラーでまずやってみます。最初にこの分けたところを一緒に巻いてしまうと、結構ここら辺が結構ボリュームが出てバランスが悪くなってしまうかなと思うので、もうこの毛束の多い方ですねを重点的に巻いていきます。まず半分に分けて、少し上気味に向かって髪の毛を持ってきて巻いていきます。その下の段も同様に巻いていきます。で、時間を置いてる間にこの前髪の部分ですねをストレートアイロンで巻いていきます。毛束を取って、ここは本当にあまり巻きすぎないのがポイントですね。どちらかと言ったら結構僕ストレートでもいいかなと思うんですけど、ストレートだとペタンとしてきてしまうというか、結構邪魔になりやすいかなと思うので、なるべく毛束を少しだけ持ち上げてアイロンで外に向かってちょっとだけ巻きます。もうこのぐらいのカールですね。なんか少し横に曲がるかなぐらいの、分け目を透けるような感覚で曲げるのがポイントかなと思うので、このままスッと横にするぐらいで大丈夫かなと思います。こっち側巻き終わったらカーラーを外していきます。で、外すとやっぱり結構ボリューム感というかふんわり感が結構出やすいかなと思うので、櫛で整えて丸さというかこう浮きを少し沈めていきますね。こんな感じで結構自然な前髪になってるかなと思います。基本的にここはあまり巻かない方がベストかなと思います。ちょっと巻いてしまうと、例えばこう髪の毛が束が結構細いので隙間が空いてしまったりとか、ちょっとこの辺ってどちらかというとこう薄く見えやすい髪の毛が細いのでところなので、だからなるべくここはあまり巻かない、もう極力言ったらドライヤーでちょっと横に、できる人は横にしてもらって、でもそれすると下にポロッとしてきて少し邪魔やなっていう方は、もうさっきみたいにアイロンで軽く外に流すぐらいの感じで、それも鬱陶しいという方はぶっちゃけた話ここ伸ばした方が僕はベストかなと思うので、ここの巻き方だったりとかこのスタイリング方法難しいなって思う方、よかったら参考にしてみてください。またリクエストだったりとかコメントもお待ちしておりますので、よろしくお願いします。それではまた次の動画で、ありがとうございました。